き進むライフタイム I'm a dream 重ね映し込む my mind 問われる what you wanna be go up tell me why 今 like just keep my fight はいこんばんは、スタリアロの渡辺です。今日も来ました。来ましたよ。今日はちょっととある場所に来てるんですよね。ここ寒いね。めっちゃ寒いね。ここ八王子だっけ。そう、八王子市に来ました。お世話になってる方に練習に行ってほしいっていうジムがあって、まあそこにまあ今日来たわけですけど。で稽古ってやつですね。まあそう、で稽古ってやつ。そこのジムのオーナーさんがちょっと調べたところ、ここすごい怖い人っていうあれなんだよね。そう、やばいよね。怖いよね。怖い。アウトサイダーとか、そう、俳優業もねやってる方で、そうそうそう、岡澤達也さんっていう。そうさ、同じ名前なんだけど。そう、同じ名前じゃん。そう、中澤達也さんっていう人なんだけど、やばくない？ちょっと大丈夫かな。会ったことないよ、ね、いや俺会ったことないよ、うん、じゃあ俺はほんあの、まあ、ほんと調べてさ。俺も調べた一応。ちょっとやばい、やばい、色々これ流せるよ、これさ今日練習行くってことは伝えてあるよね、と思うよ。いや俺分かんなくて、そのまあその人がコンタクトを取ってくれたんだけど。ああ、そういうことか、ね、そう。これ何、知らないパターンもある。知らなかったって言う中撮影もね、怖くないですよ。ちょっと危ないからね。どうだ、まあ、ちょっとすごい怖い方って聞いてるんですけどね。ちょっと今日達也はそこのジムで練習してるということで行ってみますか。いやもうね、行くしかないし。俺もしなんかこう襲われたりしたら助けてよ。自分の身は自分で守ってください。どこかに元気を。とりあえずじゃあジムの方行きますか。ジムの方あれだね、仕事。到着しました。男なら通貨大切な。もう入っていいのかな。入ってる。お願いします。怖いぞ。だって怒ってなかった。練習中だからね。さすがに口で持ってた。いやいや、やばいよ。よし、着替えようか。そう、まあそう、こんな癖なんかしてるからじゃん。確かに鎖なんかしてくれじゃん。これなんかしてくれじゃん。やばいよ。プリゴ待ってたぶん待ってるから。そう、遅刻してる。準備終わりました。やばい、ちょっとやばいね。レース行こうか。急がない、やばいし。よし、とりあえずこれつけろ。もう遅れにはないそうだ。お分かりいただけただろうか。試合チケンだよなあ。
どんどん俺をふざけてるんだよ。おい、いつもなあ、それなあ、今日もデケバ来てんだろ。おい、なんで俺真剣に見てるんだよ。おい、おい、おい、それそれやめよ。止めた方がいい。なんか K-1 選手は来てんだろ、はい、なあ止めた方がいい。お前やるか、お前やれよ、お前なあ、スネアトップは取ってよ。なあ、八丁水帰ろよ、お前なあ、大学にやってもらえよ。大丈夫でしょ、はい、自分やったら別に、はい、なあ、試合してもらえよ、ここで、はい、なあ、なまったり考えてたらよ。おいなあ、何しに来てんだ、てめえよ。おめえの試合だろ、7月で。おい止めた方がいいじゃん。なあ、止めた方がいいですか。で、とりあえずさ、レガストって八王子さ、試合やってよ、俺と、ここで。別に、あの、どこだっけ、プレスだっけ、問題ないでしょ。いや、でもレガストはやっぱ、練習しちゃうんですよね。いや、別に自分だったら大丈夫でしょ。なあ、甘ったるいんだよ、てめえよ。そうだよ。おい。なあ、止めた方がいいじゃん。真剣にやるろ、お前。なあ、もう一回、はい、つけろよ、お前。八王子つけろよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ドッキリでした。ええちょっとドッキリです。ドッキリ。びっくりした。いや俺も聞いてない。びっくりした。今日来るって言うんで、はい、みんなでも仕掛けましょう。うわぁマジ焦りたー。びっくりした。いやまず遅刻したじゃん。確かに遅刻もうその時は超怖くて、確かにもカメラ回していいのかと思って、ね、マジよかった。みんな何でもに返事もしなかっただ。大成功して。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、びっくりさせちゃって。いや、本当怖かったっすよ、本当に。楽しかったっすね。楽しかった。笑いちゃいそうでした。いや、もう本当このジム一周行きたくないと思ったもん。でもあの空気でよく入ってこれました。いやいや、でももう、正面漏れそうだったよね。マジで。いや、いい経験でしたね。はい、ありがとうございます。いやいや、お世話になってます、本当に。達也さんが俳優をやられてるということで。はい。今、レギュラー出てる日本統一シリーズ。先月に37がリリースしたので、よかったら見てください。こちらも見てください。よろしくお願いします。お願いします。どういう感じの物語なんですか？こんな感じです。怖いですね。任侠ですね。任侠、はい、そんな感じで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に皆さんいいですか。はい、俺たちは鎖ファミリーだ。じゃあ